651系電車は東日本旅客鉄道の交流直流両用特急系電車である。1990年第33回鉄道優の会ブルーリボン賞を受賞。常磐線の特急、日立で使われていた485系電車の置き換え用として、1988年から1990年に88両、1992年に11両が、 いずれも川崎重工業で製造された。1989年3月11日のダイヤ改正から営業運転を開始した。製造後、基本7両編成と付属4両編成が各9本の計9 9両が勝田電車区、勝田車両センターに配置された。大きな特徴はスピードアップで滑走再粘着装置の搭載で、 時速1 3 0トルからの制動距離を規定の6 0 0ル以内に抑えることにより、在来線特急列車としては初めて最高速度時速1 3 0トルでの営業運転を実現した。時速1 3 0トル運転区間は上野日立間である。時速1 3 0トル対応の特急型電車としては、九州旅客鉄道の783系電車が、 先に登場していたが、同型が時速1 3 0キロメートル運転を開始したのは1990年からである。後部標識灯を兼ねた LED 表示式のヘッドサインや間接照明、角座席への読書灯の採用など、外装、内装に目風が凝らされ、この後次々と登場する自由なデザインの車両の先駆けとなり、白色を基調とした外装から登場時には、 タキシードボディのすごいやつというキャッチコピーが与えられた。登場時から常磐線の特急スーパー日立にのみ使用されていたが2002年12月1日のダイヤ改正で勝田駅始発終着のスーパー日立はフレッシュ日立に変更された。それまでフレッシュ日立専用であった E653 系と異なり普通車はドアが 各車両2箇所で乗降がスムーズに行えるためか、その後 e 6 5 3系から6 5 1系へフレッシュ日立の運用を変えた列車や夜間の上野駅発土浦駅業のフレッシュ日立といった通勤特急列車にも使われていた。本系列を運用する列車はグリーン車を連結するため時刻表上でも容易に判別できた。なお、 2012年3月17日のダイヤ改正時点では本系列で運転するフレッシュ日立は上り68号、下り75号のみとなっていた。2000年より座席の改造や AV サービスユニットの撤去、間接照明から直接照明への変更、荷棚の改造、アームレスト側部分のカット、バックシェルからモケットバリへの変更、 ヘッドレストのカットなど内装面を中心とする更新工事が施行されたが外観については雨どいの追設や衛星アンテナの撤去、連結機カバー装着以外に目立った変更はない。2007年3月18日より全車両が禁煙となった。2010年12月、JR 東日本は E657 軽車両を2012年春に導入し、 同年秋に651系をすべて置き換える計画を明らかにした。置き換え後の651系の処遇については、他線区の臨時列車への転用が示唆されたが、2013年より廃車が開始されている。2013年3月15日に、スーパー日立、フレッシュ日立の全運用が、 e 六百五十七系となったが、e 六百五十七系の改造工事のため同年10月1日から2015年3月13日まで、フレッシュ日立ちを往復に運用されることとなった。なお、この運用では、LED 表示式のヘッドサインは使用されていない。e 六百五十七系は2014年11月に重両編成1本が追加投入されたが、本系列による運転は、 ダイヤ改正前日まで実施された。2017年7月22日より4両編成が岩木達田間の普通列車に往復に充当されていたが2020年3月14日で E531 系に統一されたため運用を終了した。2020年6月6日に最後まで残った K205 編成が廃車され、霊番台は消滅した。 千万台特急草津2014年3月15日のダイヤ改正から新たに185系の置き換え用として高崎線系統の特急スワロー赤木、赤木、草津に投入することが発表された。勝田車両センターに配属されていた例万台の一部編成を大宮総合車両センターと郡山総合車両センターにおいて改造。 形式変更せず651系1000番台に区分され、基本7両編成6本と付属4両編成3本の計54両が大宮総合車両センターに配置された。さらに2018年5月2日付で基本7両編成が1本、追加改造され、大宮総合車両センターに転属した。改造の内容としては、直流区間での走行となるため電動車の 直流化改造が実施され、交流開きなどの屋根状の交流機器の一部が撤去され、車両の重量バランスなどを考慮して、多くの交流機器は回路の分離のみ実施され残存されている。その他には、模六650系の屋根状に搭載されているパンタグラフを PS26 型からシングルアーム型の PS33D 型に交換、側層下に中央線の ラインカラーと同じ大々色の帯を追加、OM201、OM202 編成を除くクハ651型とクハ650系の先頭にスノープラウの取り付け、空調装置のインバータの更新が行われた。観光列車、イズクレイルで運用されている IR01 編成2016年7月より、小田原伊豆急下田間で運行を開始した、観光列車、イズクレイル用として、 付属編成側の QOM301 編成を大宮総合車両センターで改造し、2016年4月に出場した。IR01 編成に改められ、該当の4両は2016年4月13日付で、構図車両センターに転属されている。イズクレイルは2020年6月28日の静岡デスティネーションキャンペーンアフターキャンペーンのクロージング列車をもって、 運行を終了する予定であったが、新型コロナウイルスの感染拡大の影響によりこれらのキャンペーン関連の運行が中止されたため、通常の臨時列車としての最終設定である同年3月29日が事実上の最終運行となった。その後、同年10月9日に所属先の構図車両センターから長野総合車両センターに廃車改装された。なお今回は、 夜間の改装となった。車体と色は、サンドグレーとオリーブグリーンとミルキーホワイトである。また千番台では、0番台の塗装の他に層下にオレンジ色の細体が加えられた。交流直流量用電車であるが、交流は50ヘルツ区間のみの対応である。終電装置は交流直流量用の PS26K パンタグラフである。 仙台駅まで運用されるため体感構造ではあるものの降雪量が少ない地域であることから大雪構造ではなく常磐線での使用に特化した車両となっている主回路制御には205軽電車や211軽電車で使用されている堺自転カレージ制御を採用しており基本的には抵抗制御でありながら電力回生ブレーキが可能となることで省エネルギー化を図っている 直流側のシステムは211系電車と同様であるが交流側の回路の整流装置にサイリスタによる位相制御を採用したことで交流区間でも電力回生ブレーキが可能となり交流直流両用車としては日本初の回生ブレーキ装備車となっている主電動機は MT61 系歯車比は783系電車と同一の3.95である その後登場した交流直流量用電車は VVVF インバータ制御に移行したため、堺自転カレージ制御の採用例は本系列が唯一である。台車は211系電車で実績のあるボルスターレス式 DT50 系列を基本としているが、高速性能向上のため、溶断波追設等のマイナーチェンジを図ったロールゴム軸箱支持方式の DT56 系。 tr241 型を装着する。車内照明の供給電源は、従来系列と同様に、電動発電機からであり、このため、デッドセクション通過時は、河線電源の供給が立たれた際に蓄電池により、点灯する、予備統計用の照明を除いて消灯する。なお、硬直切り替えは運転士のスイッチ操作で行われる。運転席は、高運転台構造で、 横軸式マスコンと縦軸式ブレーキ操作機の配置など205系に準じたものとなっている。速度計は新幹線100系電車と同様の LED ランプが横に向かって点灯するバーグラフ式の主速度計と LED ランプによるデジタル表示の補助速度計を採用している。速度時速 80km 以上で有効な低速制御機能、ブレーキ装置には 速度時速 60km 以上で有効な、そもそも速ブレーキ機能を備えている。座席は例番台自普通車では2プラス2の配置。シートピッチは 970mm。グリーン車は2プラス1の配置。シートピッチは 1160mm。1000番台に改造後も座席に大きな変化はない。普通車、グリーン車ともに読書等が設けられている。 ビジネス客需要のため、2両に1箇所公衆電話を設置した。客室の各連結面より上部には、LED 式車内案内表示器を設置している。車内自動放送装置はなく、車内放送チャイムも心臓当初は485、軽電車などと同様の鉄道省カオルゴールだったが、1998年頃に、現行の電子音チャイムに交換された。本系列では、 日本国内の鉄道車両では前例のない本格的なモニタリングシステムを採用した。従来は故障時の警告、故障データの記録が主点であったモニタ装置を乗務員支援、研修員支援、乗客へのサービス向上に機能を大幅に拡張したものである。乗務員用の乗務航路表は紙製から資料カードと呼ばれる IC カード化を図り、カードをホルダーに差し込むことで、 モニター画面上に乗務航路や時刻表を表示させることでペーパーレス化を実現した。また、乗客へのサービス機器の制御機能、搭載機器の動作監視、危機器故障時の警告、記録及び応急マニュアルの表示機能、試運転時の情報収集機能、車上検査機能などを備えている。システムは両先頭車にモン3 a 型モニター装置、中間車にモン3 c 型、 または、モン3バイト型モニタ装置を搭載し、これらをモニタ伝送線で結んだものである。車両間の伝送速度は 9.6kbps となっている。乗務員室及びグリーン車の車掌室には、CRT モニター表示器を配置し、タッチパネル入力を採用することで、マンマシンインターフェースの向上が図られている。なお、CRT モニタの劣化に伴い、 後年に液晶モニターに交換した。モーン3型に制御指令を付加したのが2 0 9系で採用した制御伝送装置であり、さらに発展させたのが e 2 3 1系で採用した列車情報管理装置 TIMS である。同様のモニター装置は、すでに低度高速度交通営団日比谷専用の0 3系において車両制御情報管理装置として実用化されている。 同系列においては立候、ブレーキ指令の制御伝送機能、機器の動作監視と故障時のデータ記録、試運転時の情報収集機能、車上試験機能の装備と本系列と重なる機能もある。1989年度に投入された二次車では、一次車の使用状況を踏まえて、仕様が変更された。もは五十一から十一かつて駅もは百五十から十一。 勝田駅区百651から105かつ駅区六650から11勝田駅編成表以下に製造時の編成を記す。万座、風ざ口・前橋方の制御車上の方の制御車編成表、スワロー、赤木の運用につく千番台、草津の運用につく千番台千番台が以下の定期運用に使用されている。2013年3月16日のダイヤ改正まで。 以下の定期的な運用があった。2013年10月から2015年3月まで、霊番台が以下の定期運用についていた。2017年7月22日からは、一般系車両を置き換える形で、霊番台付属編成が以下の定期運用に使用されていた。常磐線全線復旧に伴い、2020年3月14日、ダイヤ改正をもって、 定期運用から離脱した。臨時列車及び団体臨時列車にも使用されている。臨時列車は以下を参照。団体臨時列車では日光線日光駅まで入線したことがある。2013年1月に廃車された485系に代わり、臨時列車や団体列車など波動用に使用されていた E653 系が稲穂、白雪へ 転用が進められることになった。それに伴い、2014年11月以降、E653 系、K70 編成転属まで、常磐線や水戸線における波動用としても運用されていた。臨時列車としては、下記の列車に使用されている。ありがとうございます。